美咲、これどう？ちょっと派手じゃない？翔太さんもうちょっと古風なの選ぶと思うけど、うちの工場を辞めて何年になるかしら。7年ですね。主人が無理ってごめんなさいね。ああ、いいえ。おじさんの製鉄への思いに感動したんです。たたら製鉄を後世に残すためには世界の技術を見ておけって。こんなに立派になっていい。美咲も結婚が決まったし、お父さん生きてたらきっと喜んでたわ。どうして帰ってきたの？約束したろ。じゃあどうしてもっと早く帰ってこなかったのよ。遅い。遅くない。俺は約束通り迎えに。やめて。私結婚するの。結婚して家を守るの。美咲？翔太さん、あれ帰ってくるの？明日じゃ。予定を早めたんだ。そちらは？あ、幼なじみの林和也さん。どうも。美咲の婚約者の神田翔太です。じゃあここで。うん、じゃあ気をつけて。失礼します。美咲さん、ドレスはもう決まったかしら？いえ、まだ。一度翔太さんにも確認していただこうと思いまして。翔太は長崎に婿入りするといっても神田家の次男ですから、あまり派手なものではなくおしとやかなのになさい。母さん、自分たちでちゃんとするから。ところで翔太、アルシェシャで製鉄を学んだ者が島根にいるそうだ。探し出してうちに招き入れなさい。はい、分かりました。では会合があるのでこれで失礼する。二人はゆっくり食事を楽しみなさい。アルシェシャか、どんな人だろう。カズヤ。え？私の幼馴染の。ああ、この間の。どんな方？和也はバカで泣き虫で怒りっぽくて、でも妙に義理がたいところがあって、小学校の時。美咲。あ、ごめんなさい。二人本当に仲が良かったんだね。仲が良かったっていうか。カズヤ。よ、出た。そうだ、翔太さんが一度お会いできないかって。うん、考えておくよ。翔太さんの会社をね。一緒にルクセンブルクに行かないか。今すぐじゃないんだ。来週向こうに戻るから、それまでに返事を待ってるよ。今日はそれを伝えたくて。じゃあ。
ずや。和也の気持ち本当に嬉しい。でも私家をお母さんを一人にできない。それに翔太さん優しいの。うちの事情も分かってて工場も立て直せる。でもありがとう。なる。